テレ東の人気番組、日向坂で会いましょう。毎週日曜深夜1時5分、ゼミノにて配信中は、7月7日に、あや卒業記念。第2回横浜に似合う女選手権を放送。あや、こと高本彩香の卒業にあたって、やり残したことがあるという高本の声から作られた企画がスタートした。横浜が似合う女を継ぐものを探す選手権、今回の企画は、あや卒業記念。第2回横浜に似合う女選手権、日向坂46、1期生の高本が卒業するにあたり、同番組への出演も今回の放送で最後となる。やり残したことがあるかとスタッフに問われた際に挙げたものが横浜に似合う女を譲りたい、というもの。第1回横浜が似合う女選手権で優勝した高本が、卒業までに2代目を継いでほしいと語ったため発足した形だ。予選、準決勝、決勝と本格的な審査体制が敷かれており、見事優勝したメンバーは横浜に似合う女として表彰される。予選は、高本を含む、成績上位者6名が突破ということで、高本は、私の卒業企画なので決勝まで必然的に、と語っていた。みんなやれんの、と発破をかけるものの、MC のオードリー若林正康からは、もっと盛り上げてもらって、特賞も、予選は、バカ狭い横浜クイズリターンズ、横浜とおたけ、坂本彩香の愛称、というジャンルの中でクイズが出題され、正解すると10ポイントが、面白回答をすると、後期、ポイントが付与されるというもの。坂本の、初回の自己紹介で語っていた趣味は、シャインマスカットの CM で演じたおたけの役のキャッチコピーは、などの問題をくぐり抜け、見事通過したのは坂本のほか宮地すみれ、佐々木久美、富田鈴香、平岡くらげ、森本まりの6名だ。準決勝は、プレッシャーつむつむ。高本が一度もやったことがないと希望した種目で回転する皿の上にシューマイを積んでいき落としたものが脱落するというサバイバルゲームだ。高本は自動的に勝ち抜けとなるため決勝に進めるのは5名のうち1名のみとなる。1ゲーム目で宮地、2ゲーム目で富田が脱落。3、4ゲーム目では高本、佐々木が脱落してしまう。残る二人となった平岡と森本の激戦の末、決勝戦に駒を進めたのは森本だった。とうとう始まる決勝戦、選手権の結果はついにやってきた決勝戦の種目は、赤レンガ前、妄想告白シチュエーション。横浜赤レンガ倉庫前という設定で、決勝戦へ駒を進めた二人が番組 MC であるオードリー春日と俊明に告白。春日の心を射止めた方が優勝となる。森本が先に告白シチュエーションに挑戦。シチュエーションは、同級生と夏の夜にというセンチメンタルなタイトルだ。春日の、が、と引力にペースを握られる層になるものの、森本も負けずに、今年のクリスマスも、一緒に過ごしませんか、とキュートな告白。が、告白を受けた春日がサングラスをずらして上目遣いで覗き込むと、たまらず逃亡してしまう、フィン、という画面端のテロップとベンチに一人取り残された春日の姿は、完全に振られた男の姿だ。